カレーライスなんです。当番ですから。でも正直言ってお料理下手なんですよね。絶対に上達しないって自信持って言えます。お姉ちゃんはいつも料理くらいできなければダメよって言うんですよね。それってさやかが女の子だからかな。なんで女の子だったら料理くらいできなければダメなのかな。ことなんですか。いいえ、全然。さやか、お料理しなくていいのなら悪魔に魂売ったっていいもん。神岡さんまでお姉ちゃんみたいなこと言うんだ。兄貴分ね。神岡さんは買い食いしたことないの。ほーら、でしょ。はい、じゃあ決まり、アイス食べよっと。商店街でおすすめその1はこのラズベリー。買って損はないと思いますが、食べたければご自分でどうぞ。なんならその2、いえその3までありますけど。今度はあっち。どうしました？また考え事ですか？はあ、なんという現実主義。あなたには心の余裕というものがないのかしら。せっかくの夢のような時を、神が与えたもうた買い食いのチャンスを、気難しい裁判官のように奪ってしまうのね。あ、そうだった。週に1回の最も気が重い作業ですね。明日の三者面談も気が重いけど。
週に3回はお姉ちゃんで、あとの2回はホームヘルパーさんが作ってくれるんですけど、気が重いわ。ならない、絶対にならない。じゃあ今度さやかの作ったお料理食べてくれますか。じゃあさやかは帰りますけど、お名残惜しゅうございますが、いざさらばです。進くん、ごめん。謝んなきゃって思ってたんだけど、言い出しにくくて。昨日もずっと悩んでて、今日こそは進くんに謝ろうって決めたんだ。私が悪かった。ごめん。進くん、七角ペンダントなくしたでしょ？あれ、私が拾ったんだけど、林道に、あ、いや、林道先生に募集されちゃったんだ。もしかして進くん、なくしたのに気がついてなかったの？あ、切れた。いくらなんでもぼんやりしすぎよ。前々から林道先生とは反りが合わないというか、私ちょっと目をつけられてたんだ。それにしてもいきなり募集なんてあんまりだよね。そうだねじゃないでしょ。なくした本人が全く気づいてなかったなんて、悩んで損しちゃったん。でも私にも責任があるから、折を見て林道先生に謝って返してもらうわ。それでいいでしょ。そんなわけいかないでしょ。昨日の夜、女の先生が職員室に置き忘れた指輪がなくなって、朝からちょっとした騒ぎになってるらしいんだ。詳しいことはわからない。だけどね、その先生というのが林道先生らしいの。天罰だなんて悪いわよ。でも1時間目は林道先生の地理でしょ。彼女どんな顔してくるかちょっと興味はあるな。
もしかしたら指輪の紛失事件と関係があるんですか？この手の話の電波速度は高速並みだな。一応イエスと言っておこう。しかし事実関係はまだ何も明らかになっていないし、プライバシーにも関わることだ。君たちも興味本位で詮索するのはやめた方がいいのではないかな。わかりました。すいませんでした。これで引き下がるような鼓姉さんじゃないわよ。後で草壁先生から事件の情報を聞き出してやるわ。わかったわ。私の粘り腰取材の威力を見せてあげる。緊急職員会議に同席していたんだって。いろいろと聞き出してきたよ。まずね、亡くなったのは林道先生が身の回りの貴重品、つまり部屋の鍵とかアクセサリーとかを入れていたポーチなんだって。そこよ。ポーチの中には問題の指輪も入っていたらしいんだけど、その指輪っていうのがね、どうやら恋人から送られたものらしくて、林道先生、指輪指輪って泣くわ、わめくわ、パニクるわで大変だったらしいので、草壁先生が言うには、その林道先生の姿がものすごかったんで、指輪というイメージが強調されて伝わったんだろうって。草壁先生も同じ女としてわからんでもないが、教育者としてはどうもなって言ってた。でもね、私一つ気になることがあるんだ。例の七角ペンダントのこと。亡くなったのは貴重品を入れるポーチよ。もしペンダントをポーチにしまっていたら、一緒に亡くなったってことよ。ああ、そうかじゃないでしょ。あれを進くんに返すまでは私は枕を高くして眠れないんだからね。緊張感ないんだから。でもいいこと思いついた。進くんの取材も手伝うけど、それと一緒に私この事件も追うわ。手がかりを見つけてやるわ。
そしてペンダントも取り戻さなきゃね。こちらお二人さん。うん、ほら、例の林道先生のポーチ紛失事件って聞いてるでしょ。たけし君、何か情報掴んでない？そっか、たけし君なら何か知ってると思ったんだけど、残念ね。大きなお世話よ。え、外泊？やっぱり無断じゃいけないからちゃんとお家に連絡して。ダメよ、アキちゃん。たけし君まともに付き合っちゃう。たけし君も女性のプライベートな部分を詮索するもんじゃないわよ。収穫なしか。七角ペンダントがポーチに入っていたかどうか未だにわからないのよ。そんなわけいかないでしょ。私がペンダントを没収されなきゃこんなことにはならなかったんだから。あら、そう、いいわよ。